続いては、飛鳥先生は古代日本にもイエス・キリストが降臨していたと言っていたと思います。それならばその時にも古代日本で十二使徒や70人のような弟子を作ったり組織を作ったりしたのではないでしょうか。まあ、考えてみればね、はい、果たしてイエス・キリストは東日本側だけ現れたのかどうかだ、ね、西日本側に現れてなかったらおかしいでしょ。ところがね、はい、面白いんだよ。神武統制の時に天から金の鳥が飛びが降りてきてるんだ、ね、突然戦闘が収まるんだよ。で突然国譲りが行われるんだよ。はなんでしょうかね。天王寺に行くと四天王寺だけど釘穴のある手のひらの手形があるっていう伝承が昔からあったり、聖徳太子は確かに実在しない象徴であるとは言ってても 1% の可能性で、うん、実はイエス・キリストがその間にいた可能性もなきにしもあらずで、だからそう思うと、まだまだこれから明らかになっていきますか。なるんじゃない、全部明らかになっちゃうと思う最後は。そうですか。まあ、もう今の四天王寺の話は、まあまあ、あくまでも説だからね、うん、いや説の中でイエス・キリストが聖徳太子に実際に扮してってでまた天に帰ったというのは、実は飛鳥説の一つなんだよ。でもその可能性は否定しないよっていうことで、自分で自分に否定したらおかしいんだけど、 1% の可能性としてはその部分はちょっと残しておきたいな。なんかワクワクしますね。ドキがムネムネするでしょ。そうですね先生、この方の質問にはもう少し続きがありましてね、ご紹介してもいいですか。その十二使徒の中にはまたヨハネのような死なない体を与えられたものがいるのではないでしょうか。もしかしてヤタガラスの中にもそんな人が関わっていたりしている可能性あるでしょうね。いる可能性があるんです。可能性があります。否定はしません。答えはそこまで。否定はしません。そうです。否定はできません。何でもね、そんなのないんだなんて誰が言う権利ありますか。可能性は絶えずあります。なるほど、分かりました。ということで、本日2部構成でお送りしてまいります。